日本の純国産開発を目指した F3 戦闘機開発ですが、日英の3カ国で開発が進むことになりました。今回は、そんな3カ国での次期戦闘機ジェットエンジンを詳しく見ていきますね。XF9 エンジンを日本は完成させていますが、今年中に開発できるか期待されてます。太平洋戦争の敗戦後、日本が戦闘機の開発においてアメリカ以外の国とこれを進めたことは、これまでの歴史の中になく、そうした意味からも大きな注目を集めているのが、イギリスとイタリアとの共同開発である。このプロジェクトを2022年12月9日に、日本、イギリス、イタリアの3カ国の政府は、正式に進める旨を公表し、各々の国が必要とする戦闘機、及びその航空戦闘システムを包括する仕組みとして、協業を行うことが打ち出された。日本の航空自衛隊においては、2023年3月現在までに、94機の調達がなされた F2 戦闘機を代替することを、ここで生産される次期戦闘機に求めており、その退役が、開始予定の2035年までの実戦配備を行うものと見込まれている。現行の F2 戦闘機は、ご存知のように、アメリカ製のベストセラー戦闘機である F-16 ファイティングファルコンをベースとして、日本とアメリカとの共同開発で製造された機体であり、当時は支援戦闘機と呼ばれていた。この F2 戦闘機は、ベースたる F-16 ファイティングファルコンよりも、若干の大型化が施されたものの、主翼に採用された炭素繊維の強化プラスチックの効果で、重量そのものは、軽量化することに成功した機体となった。F2 戦闘機の開発にあたっても、開発の中心を担ったのは三菱重工業者であり、その傘下に、川崎重工業者や現スバル社を置き、機関部は、現 IHI 社が、ライセンス生産を担い、F-16 ファイティングファルコンを有する現ロッキード・マーチン社が支援した。今回の日本、イギリス・イタリアによるプロジェクトは、GCAP、グローバル・コンバット・エアー・プログラムという名称であることが発表され、戦闘機の機体のみの共同開発に止まらないことが、そこからも推察されている。その中で、日本における担当企業の配置は、機体自体と全体の主管を、三菱重工業者、機関部を、IHI 社、電子機器類を三菱電機社が担う体制であり、これらをもとに、複数の国内の関連企業が参画する形となっている。これが、イギリスでは、機体自体と全体の主管を BAE システムズ社、機関部をロールス・ロイス社、電子機器類をレオナルド UK 社、イタリアでは、機体自体と電子機器と主管を、レオナルド社、機関部をアビオ社が担うと発表されている。これら日本、イギリス、イタリアの3カ国による GCAP、グローバルコンバットエアープログラムへの参画企業は、膨大な数に上るため、これらを統括する企業共同体が、イギリスに設置される可能性が指摘されている。日本では、次期戦闘機開発への取り組みを、これまでは、自らが主導して行うことを掲げて推進してきた経緯があるが、この企業共同体がイギリスに設置されるとなると、全体の温度を取ることは困難になる可能性もありそうだ。イギリスの主管企業たる BAE システムズ社や機関部を担当するロールス・ロイス社は、同国の代替予定の戦闘機である、ユーロファイタータイフーンの製造でも主体的な位置を占めた企業であり、プロジェクトの実績という部分では抜きんでている。また、これまでもイギリス、イタリア、スウェーデンが参画して推進していたテンペスト計画の中心企業でもあり、そのプロジェクト自体は難航が伝えられてきたとはいえ、大きな発言力を持つことは容易に想像できよう。こうしたイギリスの名だたる軍需企業と互いしていくことには、
大きな困難が伴うことは間違いなさそうだが、三菱重工業者は言うに及ばず、IHI 社も日本を代表するその分野の企業であるだけに、その本領をいかなく発揮してもらいたいものだ。IHI 社は2007年までは石川島播磨重工業者と会社名を称していた企業で、今回も日本側の主幹を務める三菱重工業者、そして川崎重工業者と日本の三大重工業と並び称されてきた長い歴史と実績を持っている。IHI 社の起こりは徳川幕府の末の1853年まで遡るもので、当時鎖国政策を堅持していた同幕府が国防上の必要性から水戸藩に軍艦の建造を命じたことに端を発し、隅田川の河口にほど近い石川島にその施設を設けたことに始まる。この造船所では徳川幕府のために複数の西洋式の軍艦の製造が行われたが、明治維新から9年を経た1876年に民間への払い下げの対象となり、これが1889年に石川島造船所という有限会社となり、今に続く企業の礎となった。その後は造船業に止まらず、1896年には日本初の国産の火力発電所用の発電設備や蒸気機関車の製造などに業用を拡大し、1914年に始まった第一次世界大戦の特需で造船業による利益が増大、自動車部門への進出もいった。この自動車部門はイギリスのウーズレーモーターカンパニー社とのライセンス生産の契約を結び、1929年には今の五菱自動車となって独立を果たし、また1924年には航空機の製造も手掛けるなど、裾野を広げていった。こうして日本有数の重工業会社として発展を遂げ、太平洋戦争後の1960年にはかつての社名である石川島播磨重工業者となり、数々の大型タンカーの建造を手掛け、2002年にこれらは IHI マリンユナイテッド社として分社化された。この IHI マリンユナイテッド社はユニバーサル造船社を2013年に吸収合併を行い、現在のジャパンマリンユナイテッド社となり、海上自衛隊の椅子も片護衛艦を建造するなどでよく知られている。現在の IHI 社本体は大きく2つの事業を手掛ける企業体となっており、一つが航空宇宙関連事業であり、もう一つがエネルギープラント関連事業で、ことに全社の日本国内における航空機用のジェットエンジンのシェアは高い。 IHI 社製の日本国内における航空用のジェットエンジンの市場シェアはおおむね6割を超えており、戦闘機用としては F-15J イーグルのプラット&ホイットニー社製の F-100 やF2 のジェネラルエレクトリック社製の F100 のライセンス生産も担当している。そうした中で、IHI 社が現在の防衛装備庁と共同で開発したオリジナルの戦闘機用のエンジンが XF91 であり、2010年の研究開発から始まり、2018年6月には試作機である1機を完成、納品し、次期戦闘機の機関部の国産化に期待が高まった。XF91 は、ステルス戦闘機の実証実験機として製造された通称、新進に、その機関部として搭載された XF51 をベースに生み出された、アフターバーナー機能付きの低バイパスヒターボファンエンジンとなっている。この XF91 の開発のコンセプトは、スリムでありかつ大出力であることに置かれており、これは、搭載する機体がステルス機であることを念頭に、
機体その後のステルス性能を損なわないように、その両立を図るべく設計されている。これによって、XF-9 を搭載する戦闘機は、機体内への燃料や兵装に、その容積を、より多く割り当てることを想定しており、2018年6月の納入後から、2020年7月までに行われたテストでは、アフターバーナー使用時の推力は、15トン級を記録した。同時に、XF-9 は、これらのテスト時に、タービンの入り口付近の温度でも、1800度に耐えられることが確認されており、こうした性能は、第4世代機用ではあるものの前述したプラット&ホイットニー社製の F100 や、ゼネラルエレクトリック社製の F100 と比しても、遜色がない。ただし、こうした数値は、カタログ値である上、第5世代機であるプラット&ホイットニー社製の F2 にラプター用の F119 や F35 ライトニング2用の F135 には、推力でも劣っており、まだまだ課題は、残されていたとも言えそうだ。